はい。どうもみさん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ。今週からついにローソンの還元率も変更にということで、今週もやってきました。キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ動画ですね。この動画では、今週1週間7月の6日から7月の12日までで開催される主なキャンペーンをですね、ピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますので、ご了承ください。ということで、それでは行ってみましょう それでは早速お伝えしていこうと思うんですけども、まずはペイペイからですね。ペイペイは主に3つキャンペーンがございます。まず一つ目は7月はセブンイレブンでペイペイジャンボ1等祭で1000%戻ってくるキャンペーンとなっております。こちらはですね、まあ抽選のキャンペーンとなっておりまして、3等から1等までございます。 3等の場合は5%還元が当たったりですとか、2等だと 100%,1 等の場合は1000%当たる還元のキャンペーンとなっております。まあ確実に戻ってくるというわけではないんですけども、結構まあツイッターをちらほら見ていると、意外とこう5%当たってる方が見かけますね。まあ僕は残念ながら全然当たってはないんですけども、ぜひですね、7月31日まで開催中ですので、セブンイレブン利用される際はペイペイ利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。続きまして、出前館とペ a ペイのキャンペーンですね。出前館でペ a ペイで決済した場合30、30%をもらえ キャンペーンとなっておりますこちら今週いっぱいの7月の7日までとなっておりますのでぜひ出前から利用される際はペーペーで決済してみてください続きましてペーペーで投資体験を始めようという、まあ、ボーナスペーペーボーナスを運用できるようなサービスがスタートしておりましてそこで初めての方限定にはなるんですけどもその規約を同意することによって100円相当のペーペーボーナスがもらえるキャンペーンとなっておりますこちら7月の31日までとなっております次に D バレーと D ポイントのキャンペーンですね まず一つ目は、スマイルアットホーム、特典がいっぱいお家でスマイルということなんですけども、まあ対象のオンラインストアであったりとか、もしくはテイクアウトができる、まあ対象のテイクアウトできるお店で、D バレで決済した場合、D ポイントが10%分還元されるキャンペーンとなっております。今回ですね、7月の場合、まあテイクアウトのお店をですね、まあ一部だけ今書いてるんですけども、ガストであったりとかサンマルクカフェ、あとはカッパ寿司などですね、こういったところでテイクアウトした場合、10%分の D ポイントをもらうことができるので、まあぜひですね、 ですね、テイクアウトされれるる際はです、ね、対象ののおお店が近くにあればあの利用しててみるのもいいいいんじゃないかななかとと思ままますすこちら7月31日までとなっております次は D ポイントスーパーチャンスということで D ポイントと隅っこ暮らしのキャンペーンですねこちらのキャンペーンはお会計の際に税抜き600円以上の場合、まあ、D ポイントカードを提示するか D 払いで決済するか、まあ、どちらかであれば対象にはなるんですけども最大で1万ポイントの D ポイントが当たったりとかもしくは隅っこ暮らし限定のグッズが当たったりしますので、まあ、ぜひですねお会計が税抜き600円以上の場合は はこのキャンンペーン参加してみててみくださいで期間は7月の31日ままでとなっております次は D ポイントとここからファインのキャンペーンですね、まあ。つい先日ですね、ここからファインでも D ポイントカードが使えるようになったんですけども、まあ、それに関連するキャンペーンとなっております。 まず、このキャンペーンは D ポイントが5倍、まあ、もらえるんですけども、それにプラスアルファで抽選がされるということで、抽選では35倍の D ポイントが当たるキャンペーンとなります。抽選で5000名様となるので、まあ、ぜひですね、ここからファイン利用される際は、一応あそこ、楽天カードも出せるんですけども、期間中であればぜひ D ポイントカードを提示するのもいいんじゃないかなと思います。続きまして、メルカリと D ポイントのキャンペーンですね。今、ここにも出てるように、D 払いも使えるアカウント連携で、今ならメルカリでのお買い物で D ポイント20%か 還元中ということですねなのでぜひですねメルカリ利用される際はですねまあ、このキャンペーン乗っかってみるのもいいんじゃないかなと思います期間は7月の31日までとなっております次は楽天ペイですね楽天ペイではいくつかあるんですけどもそれぞれ紹介していきますまず一つ目なんですけども楽天ペイのコード QR 払いでいつでも最大1.5%還元キャンペーンということですねまあ、それぞれいろいろ支払い方法あるんですけどもその中のチャージ払い楽天キャッシュですね楽天カードからチャージした場合は1.5%還元を最低でも受けることが でででできるるるのの、まあ、楽天ペイ利用される際はすすねこういいいいいった方法で決済してみるのもいいんじゃないかなかと思います7月の31日までですね。あと、楽天ペイでは、ちょっとしたまあ山分けのキャンペーンというのがあります。まず一つ目は、楽天ペイアプリで楽天ポイントカードを提示してお買い物された限定にはなるんですけども、30万ポイントの山分けのキャンペーンとなっております。こちらはですね、7月の31日までとなっております。 次はこちらですね。今なら期間中に楽天キャッシュにチャージして、楽天ペアプリで支払いすると100万ポイント山分けのキャンペーンということですね。こちらも7月の31日まで。あともう一つこちらも、楽天ポイントカードを提示の上、楽天ペまたは楽天エディでのお支払いで100万ポイントの山分けキャンペーンということですね。こちらは7月の31日までとなっております。まあちょっとね、山分けのキャンペーンいろいろなんか若干ちょっと違うので、まあぜひ、あの、利用される際はですね、エントリー忘れず参加してみてください。 次は AUP ですね。a p で主に3つございます。まず1つ目は、期間中ローソンで AUP で決済すると、毎日4%還元キャンペーンということで、こちらはですね、すでにキャンペーンスタートしておりまして、終了日程というのはまだ決まっておりません。 ま、ぜひですね、200円ごとにはなるんですけども、ぜひ4%分還元がされるので、ローソンを利用される際は a u p で決済してみるのもいいんじゃないかなと思います。続きまして、こちらですね。エントリーしてポンタ提携店舗で AUPay を利用すると誰でもポイント増量中ということで、こちらも誰でも4%還元のキャンペーンとなっております。まあ、ちょっと一部対象店舗ですね、まあ、限られてはいるんですけども、まあ、公式ページを見る限りはもしかすると随時ま、あお店が増えるかもみたいなことが出たので、まあ、ちょっとそれも少し楽しみだなと思います。 こちらのキャンペーンは7月の31日までとなっております。そしてもう一つ a ペ p でこちらもございます。飲食デリバリーキャンペーンということで、ポンタポイント10%還元ということで、こちらのキャンペーンは、出前館ですとか、ピザハットで a ペ p で決済した場合10、10%分がもらえるということで、期間は9月の13日までとなっております。続きまして l i n e ペですね。l i n e ペではこちらのキャンペーンが出ております。チャージペイスタートキャンペーンということで、期間中初めてチャージペイを利用した場合、先着10万名様にはなるんですけども、 ラインポイントが200ポイントもらえるというようなキャンペーンとなっております。まあ、チャージペイの解説についてはちょっと省くんですけども、これに関してはビザラインペイクレジットカードをお持ちの方であれば参加することができますので、まぁ、あ、ぜひですね、7月31日までとなっておりますので、ラインペイで試しに使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。次はちょっとスマホ決済から話は外れるんですけども、ローソンの、まあ、キャンペーンというかお知らせですね。まぁ、あ、あの、結構動画でもお伝えはしてきたんですけども、D ポイントとポンタの、まあ、還元率の変更が今週から行われます。2020年の 7 7月日日火曜日以降とはなるんですけどもまあ、ちょっとね、これは僕的には、あの、ちょっと寂しくなるところではあるんですけども、時間帯によって還元率が変更されます。0時から15時59分の場合は、税抜き200円ごとに1ポイントとなります。そして、16時から23時59分までの間は、税抜き200円ごとに2ポイントとなりますので、まあ、朝一利用される際はですね、ちょっとポイントがですね、還元がちょっと少ないかもしれないので、ここはですね、ちょっともう寂しくなりますけども、一つ頭の片隅に入れて 入れておくのがいいと思いますまあ普通にねローソンを利用するときはまあ夕方以降の方がちょっとお得かなと思いますのでぜひここも気をつけていただければと思います次にまあコンビニに関連するんですけどもセブンイレブンのキャンペーンですね7月の土日限定おにぎり1個無料クーポンプレゼントということでまあ先月6月でもで、ね、あの開催はされてたんですけどなんと7月でも開催がされております ま、こちらのキャンペーンですね。まあ、セブンイレブンのアプリを入れておくと、そしたらですね、土日、まあ、土曜日の、ま、日付変わったぐらいに、おにぎりの無料のクーポンがもらえます。まあ、その無料のクーポンとしては、とりあえずアプリを入れておくだけで、ま、もらえるので、まあ、ぜひですね、セブンイレブンのアプリ入れてみてください。今も第1弾が終わってるんですけども、第2弾、第3弾、第4弾ということで、とりあえずま、7月の11日、7月18日、7月25日、まあ、それぞれですね、この日にクーポンがもらえますので、ぜひこの機会にセブンイレブンのアプリ入れてみてください。 最後に日程だけまとめとなっております。PayPay ペペとデマイカのキャンペーンに関しましては今週で終わるということになりますので、まあ、ぜひここだけ気をつけてください。他に関しましては大体が7月いっぱいまでのキャンペーンとなっております。 まあそんなこんなで今回は7月の6日から7月12日までのキャンペーンを簡単にまとめさせていただきました。まあここ最近ではね結構マイナポイントの話題が結構持ちきりだったのでまた随時ちょっと僕もそれに関連する動画改めてまたちょっと動画作ろうかなと思っております。で意外にもですねほんとスマホ決済もなんちゃかんちゃキャンペーンはあるのでまあそれはそれで結構うまく活用しようかなと思っております。一応今回お伝えしたキャンペーンのリンクに関しましては下の概要欄にリンク貼っておりますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいと。 いうことで、また月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました まあ今回ですね、まあ、ちょくちょく僕も Twitter にアップしてるんですけども、先ほどのセブンイレブンの、まあ、おにぎりが無料でもらえるクーポンですね。それを使うときなんですけど、最近ハマってるおにぎりがこちらなんですよ。たっぷり卵のおむすびトマトソース入りということで、これあの食べられた方は分かると思うんですけども、めちゃくちゃ美味しいですよね <laughs>。一応温めて美味しいという風に右下に出てるんですけども、これ冷めててもめちゃくちゃ美味しいんですよ。で食べた食感が、まあ、とりあえずまあオムライスに本当に近いんですけども、上の卵がですね、 結構ふわふわしてて本当にちょっとふわふわのオムライスを食べてる感覚にすっごい近いんですよね、まあ、なかなかですねセブンレブンで見かけることが少ないんですけども、まあ、ちょっと見つけた際はぜひ手に取って、まあ、おにぎり無料クーポンでこれを試してみていただければと思います本当に美味しいです で、住んでる地域によってですね、なんと、あの、若干ちょっと違うみたいで、二種類あるみたいなんですよね。これはちょっとツイッターで僕も情報を伺ったんですけども、左側が僕が、まあよく買うやつですね。てっぷり卵のおむすびトマトソース入りということで、で、違う地域の場合は、こだわり卵のオムライスという風になっております。まあ住んでる地域によって、あの、まあちょっと若干変わるみたいなんですけども、まあ右側のちょっと味がわかんないんですけども、僕の場合はちょっと左側しか食べてないんですが、まあぜひですね、まだトライされたことがない方はですね、僕的には結構おすすめでご ということで、ありがとうございました。